皆さんこんにちは、もしくはこんばんは、マーブルです。この動画はオープニングトークはありません。アニメをご自身でご用意していただき、同時再生の上ご視聴ください。それでは、カウントダウンの後、始まります。 スタートですいやペンギンってかわいいよね。おー先生こっちにいるんだ今 あ、そっかそっか。もう育児休暇が明けたんだね。んなんだ知り合いあ、やっぱりなんか。 以前会ったことある。なんだまたなんか、引っかき回すのオープニング始まりました。結構なんか、まああの仕事はしっかりしてるんだけどさ、このお話の中では結構その人間関係をかき回すという意味ではトラブルメーカーだよね。彼女ね。 えっと、これが白い砂のアクアトープの16話ですね。もう折り返しかな <laughs> かわいいペンギンたち。なんかさ、ヒガ君がさ、あのメガネの新人の子ね、あのカイ君の行動についていちいち、あれは QI 行動だみたいなことを言うのが面白くて。 <laughs> 分析されてるというかね。なんか魚とかで表現されるのが面白くて。何気に好きだな。あの子。もうちょっと話、関わってくればいいのになと思うんだけど。まあこれから、彼の話もあったりするのかな。まあキャラ増えたしね。 オープニング終わりました。おっ。あめてんだ。 なこの人、早原さん。ああ、そっかーって何何だろうなんか。 病気のお母さんが家にいるとかさ、なんかそういう、なんか理由ありそうだよね。ああ<ー>。うーん。そうだよねー。 お母さんが泣くのかいあ、そっちねびっくりした。そうだよね。お母さんと離れたくないって泣くよね。んみんなでランチしてたんだ。 ほら、これやきちゃん。いちいち名前が可愛いんだよね、みんなね。<laughs> うん。似ただね。なんか、ガランドー部長も、なんか知ってるっぽいもんね。 あやっぱチープなのかそこはそこは話を聞いてあげようよでもダメだよ <来>る <laughs> ちょっと旅重なってるから余計なのもわかるけどね思い込みで言っちゃダメよねなんか急いで書いてるっぽいもんねそれか え、掛け持ちで仕事してるわけではないのか。なんだろうな。なんかあるね。え子供がいるそれか年の離れた弟とかあー、やっぱり。ええー。 いつこの子いや、この子っていうか、ハイバルさんいくつなのそんな事情があったんだ。かわいい。 いや、急にこんな、こんな目を見せられちゃったらね。片親なのかな なんかいろいろ事情がありそうだなあー子供が熱出たからか。 バリキはあるんだよね、クくクルやる気と。なんか、風花ちゃんちょっと心配してる ああ、ここで聞くんだ。聞いちゃった。ぽろっと <laughs>、こぼしちゃったね。部長が <laughs>。 いがみ合わないでよ。悔しいのか。事情を聞いちゃったからか。 男性人が <laughs>。それはさ、ちょっとかん、うーん、いこになりすぎだよね、こっちはこっちでね。まあ、そういう気持ちもあるんだろうけどね。奪うつもりではないと思うけどね。なんかこんなことでもさ、あんまり、その、傷だらけの君にエールをか。 あんまりそうふう風になっちゃってもね。そうなるとさ、誰もフォローできなくなっちゃうじゃん。うーん。え、なに今のどういうこと なあ、前にそういう経験があったのねねそれで職奪われちゃったのだから奪わないでっていう意味あれになっちゃうのかなえカオ薫さんも知らなかったの でも、ここの人たちはそういう感じじゃなさそうよね。 うん。<laughs> まあ、あの気持ちはわかるけどな。ハイバルさんのその気持ちもわかるんだけどね。うん。 なるほどね。自分を重ねちゃったのねうーんどういうこといいえ預かるの竹け先生の。お手伝いする。 なるほどね。その間ね。 先生あんまり教えてくれないんだね。あ、泣いちゃうあ、泣いちゃうそうだよね。子供はね、不安になって泣いちゃうよね。大変だよね。 なんか差し入れし持ってきたのかな うんそれは事実だよね確かに。 なんでも,もうちょっと考えなかったかなそこ計画的にうーんまあだから必死だったんだよね がまがまの時もね必死だったんだよねでもさ とはい,いえ、ちょっと精神性が幼いな。あまりにも。うーん。ちょっとね。<laughs> 視界が狭くなりすぎてるね。彼女もね。 まあどうしても嫌いな人とか出てきちゃうのはしょうがないんだけどね。甘えてるとか思われるのかもね。<laughs> 頑張ってるね。うん。 ククラをね、早原さんを分かろうとね。ちょっと歩み寄ろうと頑張ってんのにね。うーん、そうだよね。生き物と接する職業だしね。うーん。そうだね。 うんちょっと頑張りすぎて、視界が、視野が狭くなってんだな、原原さん。<laughs> かわいい <laughs>。 でもほんとさ、職場によるよね。その職場の人間関係による。大丈夫私たちがフォローするからって言ってくれる人たちなのかさ。まあ、た休んでるよ、あの人、みたいなさ、事情知ってても言う人もいるしさ。ほんとね。職場の空気って大事だよね。 自分が子供の頃のことを思い出してというか、重ねちゃうっていうかさ。<laughs> 少し会話した方がいいよ、君たち。 うん。正々堂々と働くって面白いね <laughs>。まあそういうとこあるけどね。純粋だからな、く来るおーおーおおいい体験だね、こういうの見せてあげるっていうのもね。あー 生まれたー。うーん。やだ、三人で抱き合ってるじゃない。エンディング入りました。なんて言うっけ、こういうの。上層教育だっけ。なんかね、生き物を育てたりね。 お世話することでみたいな、命の大切さを知る授業みたいだね。そっか、そういう事情があったんだね。なんか、 なんか事情ありそうだなとは思ったけど。いやなんかでもほんとね、職場によってはそういうのを話したことで、プラスになるときもあるしさ、マイナスになるときもあるんだよね。そういう個人情報っていうかさ。なんか変な噂が広まってたりとかね。話したなんとからしいよみたいなね。いや、それほんとねー、 まあ確かに前の職場がそうだったからってことで警戒というかね言わないようにしてたってのは気持ちはわかるわうんはい白い砂のアクアトープ16話見終わりましたああ傷だらけの君にっていうのは灰原さんのことなのかな なるほどね。でも偉いよね、ククルね。私もその、彼女の気持ちをね、気持ちっていうか大変さを知りたいって言って、竹下先生のね、お子さんをね、ちょっと預かってね、体験してみたりとかね。自分じゃわかんないことだから体験しないとわからないからって,言って、そうやって行動に移すところがさ、ククルのいいところだし、魅力というかね、 いい子ですよね本当すごいそこは何か見習わなくちゃいけないなって見てて思いましたね。ほんといい子だわ。まあでもそれでね今回の事情が分かったことでね少し早原さんとの距離がね近づいたみたいで良かったですね。まあねみんなそれぞれ事情があるからね。それをねちゃんとね考慮できてねお互いそうやって なんかフォローし合えればね、一番いいですよね。なんかティンガーラは、幸いなことに、みんななんか人が良さそうというかね、なんか変な人いなさそうだから、なんかちゃんとフォローし合って、お仕事できそうですもんね。羨ましいなぁ。そういう職場で働きたいですね。<laughs> という感じで、白い砂のアクアトープ16話ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。 それでは、ナーブルでした。